アンドル・ー・デルク・テイラーは、イングランド・ハートルプール出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。ミドルズブラ FC の下部組織出身。2006年1月のアーセナル FC 戦で、トップデビューを飾った。2011年7月、カーディフシティ FC に移籍。契約は3年。すぐに、左サイドバックのレギュラーを確保し、 このシーズンのフットボールリーグカップ準優勝に貢献した。2012から13シーズンはチームで3番目に多い43試合に出場し、チャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した。2014年6月、ウィガンアスレティック FC と3年契約を結んだ。2015年8月、レディング FC に期限付き移籍。2016年8月、 ボルトン・ワンダラーズ FC にシーズンローンで加入する。2017年5月、ボルトンに完全移籍し2年契約を結んだ。2019年9月7日、現役引退を発表した。U-17 年代からイングランド代表に選出されている。2019年12月にリーグ1サンダーランド AFC のアシスタントコーチに就任。 翌年11月29日にフィル・パーキンソン監督が退任すると暫定的に指揮を取った。ありがとうございます。